買うのかいいな。で、その少しでもないとご案内します。この電車は三峰出口行き立川新地臨時ものまね電車です。三峰出口までの各駅に停まります。車内を入れることがありますので、お立ちのお客様はご注意ください。 Ladies and gentlemen, welcome on the 秩父 line. This is the local special train band for 三峰出口。We will be stopping at all stations. Before arriving at Mitsubine Guchi Station Tarka. Thank you. 列車車いたしました。皆さん本日はご乗車ありがとうございます。鉄道ものまね芸人立川新司、あの黄色いやつ。なお、上着は秩父鉄道の制服を着ていますので黄色ではありません。で、ズボンだけ黄色になっています。後ほど後ろの車両から前の車両までトラメガを持ってお邪魔いたします。記念乗車券の配布、皆さん切符はお持ちかと思いますので、切符の配布のものまねだけさせていただきます。
車内通りましたらお声掛けください。皆さん、本日三つ峰口向こうのイベント会場、多くのタレントさんが皆様をお迎えいたします。お用紙もたくさんです。本日皆さんよろしくお願いいたします。全員で拍手の練習をいたしましょう。全員揃って拍手。それでは鉄道ものまねの立川新人ネタを焼きますが、このマイクは車内マイクロフォンです。通常のマイクロフォンではありませんので、通常のライブの緊張感 80% といったところです。あらかじめご承知ください。この電車の停止音が変わりますが、音の方の停止で私は再現します。皆さん、似てると思った感じですが、いかがでしょうか。このね、電車のこのモーターの音がいいですね。この音、いいですね。車輪の音、ちょっとやってみましょう。ちょっとね、車輪とリズムが違いますね。大丈夫。そして、警笛もちょっと違います。これ鳴らすとね、電子音がかなか大変についてる。はい、電子やりましょう。はい、韓国の車両だけでも結構、電子で。はい、せーの。本当にあると思いませんでした。というわけで皆さん、ありがとうございます。次の停車駅はお花畑です。お花畑、あ、失礼しました。お花畑にはなくていいでした。大変失礼しました。まもなく影森に着きます。影森です。お客様は忘れ物なしをご注意ください。影森です。またお客様が乗車されてまいります。ドア付近のお客様は開くドアにご注意ください。この後、立川新地トラメガを持って各車両にお邪魔いたします。そちらの方がモノマネの効果が発揮できますので、皆様よろしくお願いいたします。なお、今喋っている内容は完全アドリブです。台本はありません。立川新地が来たら無視をするのはやめてください。必ず笑顔で答えてください。昨日は秩父市内のルートインに泊まっていました。電話番号は806号室、料金は6600円でした。快適な部屋で快適でした。さあ、皆さん、まもなく影森に着きます。エドワキンのお客様は一度は引っ越してください。 Arrive at the 影森。 Arrive at the 影森。 The door was there。 秩父鉄道独特の英語放送機ですね。 The door was there。The door was there. Right side will open. 右側の音が聞いています。右側です。影森に着きます。この列車で電車に道があります。11時4分、すぐ発車となります。ホームでの撮影を覚えてください。期間が少々空きましたら、この後立川新地、ドラメガを持ってお邪魔いたします。Open the door.Thank you.